今回は高田馬場に行ってます。今から行くのは恐竜さんですね。もう安心安定の恐竜さん。前回はキムチラーメンいただいたんやったってな。で今回はほら結構さ恐竜さんのさ期間限定のメニューが多くて、うい人通り少なくなった期間限定のメニューがすごい多くてさ、最近1回にいただいたんやけど中華そばシリーズがやってて、それの味噌中華そばみたいなのが始まったんで、それをいただきに行きたいと思います。思うよね、なんかさこそこそ下向いて喋ってるよりさカメラ向けて喋ってた方が多分不審者じゃなくなるよ。自信持って喋ろう。よいしょ、いつも人が多いな。ここは行ってきます。めちゃくちゃ美味しそうなんだけど、なんかねメンマも大きいし、大きいってか太いしさ、何が大きいのかが分からなくなってきた私感覚がバグってきた。こっちが味噌そばで、これ期間限定で、こっちがチャーハン。見てこれケーキ、めっちゃ綺麗。美味しく今回もいただいていきましょう。じゃあスタートまで3、2、1。あ、ちなみに私今日シャツを忘れたから本当にこれは汚したくないから頑張る。今日おろしたとんでもないタイミングに来てきちゃった。この味玉のトロトロ加減って言ったの気がするじゃない。いきます。あ、え、めちゃくちゃ美味しいよ。甘みのある味噌っていうよりかはスタミナ系の味噌で、ひき肉とかいっぱい入ってるからひき肉の油の甘みみたいなのが出てるっていう感じ。めっちゃ美味しい。これはそんなっていうか全然辛くないから、辛いの苦手な方でも全然美味しく食べれる。めっちゃ美味しい。多分ね、多分この中華そば専用の麺だよ。なんかもう麺がすごいいい香りするの。私また食べに来るわ。トッピングでニンニクとか入れても絶対美味しい。チーズとかも合いそう。メンマ食べたいね。すごいよね。なんか私が今まで、まあ、いろんなラーメン屋さん行ってるけど、かっこいいし太い気がする。すごいいい感じにごま油が効いとるんだ。この麺は絶対チャーハン食べても美味しい。刻んだ唐揚げが入っとるんだ。このチャーハン、いわゆるなんか味濃いめのジャンキーなチャーハンってわけじゃないよ。味の濃いラーメンと一緒に食べてもしつこくない味付けなんだよ。最高。
この味噌ラーメン絶対辛いの入れても美味しいから後で辛いの入れよう。唐揚げのイメージめちゃくちゃ強いけどさ、チャーシューもめちゃ美味しいよ。どこ？メンマとかでネギでも隠れとったから分からんかったけど、チャーシューめちゃくちゃ入れてくれはってる。
辛くなるやつなんだけど、辛くなるだけのやつじゃないんだよね。なんか入れれば入れるほどなんかどん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 美味しくなってる気がするな。確かに。見た目より全然辛くない。12月の中旬に汗かいてるラーメン食べて。いつもシャツの丈が長いから隠せるけど、隠されへんことに今気づいた。ラーメン食べたことある方は分かると思うけど、これ入れれば入れるほどこのラーメンのさ、旨味みたいなのをどん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 引き立ててくれるんだ。Thank you.
うわめっちゃ食べた。めっちゃ食べたけどめっちゃ美味しかったな。チャーハンはね、2回くらいかな、もう撮影でいただいたことあるけど、やっぱこれはラーメンと一緒に食べたくなるチャーハンや。ちょっとこれ味噌そばめっちゃ美味しかった。普通の味噌ラーメンとはまだ全然違う、ほんのりなんかこう醤油っぽさがあるって言ったらいいのかな。もうめちゃくちゃ美味しかった。結構ひよりさんってトッピングもいっぱいあってさ、唐揚げとか乗せても絶対美味しいし、まあ、ニンニクは絶対合うじゃん。でも生卵とかもね、すき焼き風とかして食べても絶対美味しいと思う。期間限定メニューとかいっぱい出されてるんで、もちろんデフォルトのラーメンもめっちゃ美味しいしね。あとご飯物とかもね、卵かけご飯とかもちょっと面白いのがあったりしてね、いろいろメニューいっぱいあるんで、買って遊びに来てみてください。あとめちゃくちゃいろんな方のサインとかもあるから、ね、大谷翔平さんのサインあるからね。レア中のレアすぎるから、ぜひ遊びに来てみてください。美味しかったです。お疲れ様でした。じゃあね。